言ったらこういう、どちらだったら何イタリアン、フレンチ、フレンチ、あ、フレンチなんですか、すいません、知らなかった。いや、フレンチでもイタリアに近い感じのね。フレンチで立ち飲みを何でやろうと思うんですか。いや、あれですね、俺のフレンチが流行ってたからです。あ、いや、でもそれ間違えても流れに乗らなあかんから。すいません、今までに乗ろう。お、すごい、すごい、すごい。料理出ました。これはすごい。はい、ここは。おまる。おまる。いただきます。最近はサンドイッチが入ってます。おまる。おまる。おまる。料理と合わせてね。おまる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 。これは今から、これ今からロッシー肉用に、肉用に、はい、さっきの準備して、香りを楽しみます。マニアル、はい、でもそういうの知ってたら楽しいですよね。そうですね、僕分からへんから、美味しいとかね、大きいとかね、そんなんしか分からないじゃないですか。なんかそれ、これはこれと合わせてとか、それいつぐらいから話してる。ソムリエさんがおって、店で、はい、で、なんか、ソムリエさん、ソムリエさん、はい、で、5、6杯コースっていうのがあって、で、料理に合わせてマリアージュしますっていうコースがあって、うん、それで、1杯ずつ料理と合わせてもらって、すごい美味しいんですよ。料理も引き立って、そのワインの味も引き立って、そこから入り口はそこから入ってた、はい、それやっぱりね、日本酒の中でこの日本酒とカニ味噌が合うとか、でもこっちの日本酒やったら合わないとか、そう、量知ってはるからね。あ、完璧。お、仕事が入る、はい、おっしゃ、来た。あ、これいいフォアグラですね。え、どこが分かるの。この切る食感、食感っていうか、あ、そう、感触で、へー、こんな贅沢な、うん、合うわ、扱い、これは、これも最高なんですね。そうですね、白ワインエスカローに白ワイン合う、めっちゃ瞬間でなくなってる、一瞬食べやすいんですこれ。やっぱりね、美味しいもん、美味しいお酒とね、したら、やっぱり幸せな気持ちになるから、たぶん、好きな女性と一緒に時間を過ごしとっても、マリアージュすると思う。いろんな使い方ができますね。サクッといっぱい飲んで帰っていただいてもいいし、がっつりとお食事に使っていただいてもいいですし、ワインもあれば日本酒もあれば、ビールもありので、ドリンクも料理も充実してます。まあ、ざっくばらんに立ちですけども、本格的なお料理を楽しんでいただいたり、お友達と待ち合わせで軽く会場で帰るとか、いろんな使い方ができるので気軽に来ていただけたらと思います。Yeah.